かな。あ、ちょっと待って。うん、ねえ、問題出していい？問題？今日は何の日でしょう？簡単すぎて、逆にそれが不正解じゃないかと思うんだが。ひねくれずにストレートに答えなさいよね。バレンタ…はい、正解。くれるのか。もともとは陽介くんのために用意してたんだけど、必要なくなったから。平田のためにか。何よ、不服？いや、ずいぶんと前からバレンタインの準備をするもんだと思ってな。私は用意周到なの。別れると決めてても必要になることだってあるかもしれないでしょ。そういうものなのか。まあ、恋愛未経験のあんたには分かんないでしょうけど。そうだな。私からもらえるかもって思って今日を選んだのかと思ったのに。悪いな、それは全く考えてなかった。ちなみに他の子にはもらった？いや、全く。ゼロって。ざまあ、ゼロお似合い男。そうだな。けどいいのか、俺に渡したらゼロじゃなくなるぞ。それはそれで惨めだろうし、私からの救済措置ってやつよ。あ、お礼は倍にして返してくれてもいいから。そういうものなのか。そういうものなの。